ドリーームトークこの番組は会社の経営者の方また業界のプロフェッショナルな方々に今までの歩みそして今感じていることこれからのことなどについてお話を伺っていきます本日はですね弁護士であり便利士の高石秀樹さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 はい。今日は弁護士の先生にお越しいただいたわけなんですけれども、まずはですね、現在の事務所、そしてご自身のお仕事、どういったお仕事を中心に案件なども含めてされているのか教えていただけますでしょうか。はい。えー、っと、私は今、中村合同特許法律事務所というところに所属しています。これは名前からもわかるように特許法律事務所でして、私は特許法の まあ裁判をよくやっております。特許法の裁判を中心にということなんですけれども、特許法というのは具体的にどういった案件になってるんですか。はい、えっと多くのまあメーカーなどがどんどん新しい技術を開発するときに特許庁に特許法のまあ申請をします。でそれを特許庁で特許にするかどうかを判断するんですけど。 まあ残念ながら特許庁でこれはダメって言われた時に諦めるのかそれともさらに特許庁の判断を争うのかという段階がありますそこで特許庁の判断を争って裁判所に行くその時に私の出番が一つありますそれとは別にすでに特許になったものについてライバルの会社がその特許を侵害する製品を売っているそういう時に 裁判所に訴えて相手の特許侵害をやめさせて損害賠償請求をするそういう二つの仕事を主にやっています特許庁を相手に裁判をするんですかはいあの一つのメインの仕事は特許庁を相手に裁判をするということですそれはなんかあの申請した書類で特許これで出せると思って出したのにもかかわらず申請が あの却下されたりしたことに対して「いやいや」っていうことでその申請者のの方々の力にななれるとといううことなんです、ね、そうですすねねそ申請した発明者およびその会社はその発明がいい発明だと思ってそれを、まあ、特許できると思っているのに今特許庁が認めてくれないという時に私たちも見てあこれは確かに特許になってもいいよねって考える時には争います。うん で逆に私たちから見てこれちょっと裁判所もダメでしょっていう時には、まあ、率直にそのように申し上げますうそうしないと依頼者は必ずしも裁判の結果を予測できるわけではないんでんまあそれを予測してあげるのもまあ一つの仕事です。何をもってその特許として認めてもらえるんだろうなっていう基準というかそういったものがあるんですかははい。い特特許許法にのの要件というものが 法律として定められています。はい、あのここで述べるときりがないんですが、まあ、主としては8個ぐらいの要件がよく争われます、うんで。私たちは弁護士として特許法のプロなので、それぞれの要件について裁判例がどのように言ってるかを知り尽くしてるんですね。うん、ですから、過去の裁判例からすれば、この事例においてはダメそうだとか、うん、この事例においては 逆転できる可能性があるということを過去の裁判例に基づいて依頼者に説明するのがほとんどです。うん、ただ、我々弁護士の仕事は過去の裁判例に従うことではなくて裁判例、そして最高裁判例を作っていくことでもあるんで、うん、依頼者とともに過去の裁判例から言えばダメだけどその裁判例を 打ち壊して新たな最高裁判例を作るようなつもりでチャレンジしようとそう話がまとまった時にはそれでもやるということになりますで実際最高裁まで行った事例もいくつもありますし私自身が戦った事件で、まあ、最高裁で大逆転したっていうのもあるんですそうなんですかそれは何がその大逆転に至る要因だったんですか えっとですね、もう熱意というとちょっと語弊があるんですが、うん、どう考えても今までのプラクティス、そして裁判例は不合理なんですね。うん、それは多くの人が不合理って言っていた。ですが、裁判所も特許庁も今までそうだったからという理由で、その不合理な、まあ、新決や判決をしてしまうってことはよくあるんですね。うん、でも最高裁まで行けば、 その不合理であるということを見てくれることがあるで私のやった事件では不合理であるということが裁判所で認められてその最高裁判決の結果、まあ、特許法自体が改正されたんですねで今では非常に合理的で特許権者が使いやすいように改正されましたうんすごいことですね法律自体が改正されたってそれは大きな裁判に携わられたっていうことですよね,そうですねあの 判決は非常に大きいい意義があるると認められているようです、ね、素晴らしいですね、そしてもう一つはその特許を得た企業がその特許を侵害する企業に対しての裁判をするということなんですけどよくなんか似たものを作ってしまってでその命名も似てるとかっていうことが時々ニュースなんかでも報道されたりするんですけどそういった案件は日本の国内ででも結構多かかったりすするんですか日本国内でも多いですね。 多いというのはアメリカの方が多いとは思うんですけど、うん、あの日本国内でもまだまだたくさんあります。で、それは大体あれなんですかね。特許を元も々ともと持ってる方が強いんですか。あの片方が特許を持っていて、はい、相手が持ってなければ特許を持ってる方が強いのは明らかですが、うん、大体特許裁判になるのはお互いメーカーで、はい、お互いに作っているのがほとんどなんですね。はい、だからお互い特許を持ってる。 でその場においてどっっちの特許が強いかっていいかてう戦いでもありますねそれに対してもその相手のものもよく知り尽くした上でじゃあ弁護というか裁判を依頼された方々の方の,方の特許は勝つようにお手伝いをすると、ええ、その通りですこのね「技術」っていう言葉が出てきているんですがなんとこの高橋先生はこのご経歴の中でもですねその弁護士さんとしては本当に1割2割。 にあたるご経歴をお持ちなのかなと思うんですけどももともと法学部に進まれたわけではなくて理工系から弁護士さんになられてらっしゃるんですよねはいそうです、うん、まず理工学部に大学の時に進もうと思われたのはどういった思いで進まれたんですかそうですね高校生の時には理科系の科目が得意だったことと理科系のまあ物理ないし その物理を使ったその工学的なことがすごく好きだったので、はい、まあ将来的にはメーカーの研究や開発をしたいなと思って理系に進みましたメーカーの開発研究したいと思って理工学部に進みましたでそこからどのようにこの弁護士さんへの道というところに行き着いたんでしょうかえっとですね 大学3年生から4年生になるときにだいたい就職活動が始まって、はい、そして大学の就職課からもいろいろな先輩の道筋が、まあ、教えてもらえると、うん、でその時に多くの人は研究開発なんですけど、はい、一部のマイノリティな人たち先輩がいろんなところに行ってるっていうのを知ったんですね、うん、まあ例えば金融とか証券、まあ、テレビ局に行った人もいるし またた交換庁に行った人もいるそして便利士になってる人も、まあ、それなりにいました、うん、で便利士っていう仕事を結構興味を持ってどのような仕事かなって見たら、まあ、特許というものを、まあ、申請して特許庁とやり取りするとでこれは発明がなされた後にその発明をどのように権利にしていくかっていう面白い仕事だなって と思いましたね、うん、でさらにその発明って最後どうなるかっていうと当然裁判になるんですけど、はい、特許の裁判までやりたければ弁護士資格が必要だってことをそこで知って、うん、あこれはやっっててみたたいなと初めて思ったんですね、うん、理工学部の3年生4年生っていうと本当にあの卒論とかもそうかもしれないですけど研究研究実験実験でかなり忙しい。 大学生生活を送っているさなかだったんじゃないかなとも思うんですけどもそうですねあの理系って本当に忙しいんで、はい、あの卒業研究をやりながらということになりましたその中でも弁護士さんを目指すっていうその決断かなり大きいものだったんではないですかそうですねあのすごく大きな目標が新たに生まれたということで、まあ、大変ではありました大変ではありましたが その時初めて知った道というか、うん、それを見て、ちょっとやってみたいなって気持ちになったんですね。大学入られた時には、将来はメーカーさんの研究や開発っていうことで、本当に理工学部でいろんな技術を身につけられてたと思うんですけれども、そこから弁護士さんへの道ということで、スパンと気持ちを切り替えての弁護士さんへのチャレンジだったんでしょうかえっとですね、まあ率直に言うと、 あの弁護士としてすなわち法律の勉強ができるのか不安でしたはいもともと理科物理そして数学とやってきて、はい、法律なんてやったことなかったんでんできるのかなってこともありましてまた私の所属していた東工大は7割は大学院に行くということで、はい、まず大学院に行こうという決意をしました、はい、で大学院に行きながら今4年生 そして修士1年生と研究をしながら勉強をしたと。でそれで法律がダメだなと思ったら、まあ、そのまま大学院を出て就職するし法律の勉強がこれはやれそうだという気持ちになったらそのまま司法試験を続けるそういうように選択肢を残しながらその年は進んだというのが本当のところですね。 司法試験を受けられる方は、例えば大学の法学部なんかに所属されて勉強されてた学生さんなんかも、とにかくそればっかりを一生懸命勉強して、それでもなかなか受かるのが難しいというところでもあり、一方、理系の大学院っていうと、その卒業研究よりもさらにまた研究、研究、実験、実験の日々ではないかなと思うんですけれども、その両方を同時にやっていこうっていう、それはものすごいことですよね。 うん、正直言って今振り返るとすごいものすごいことだし、はい、よくやったなと思います。<laughs> あの、朝から晩まで余かっていうものはなかったですよね。はい、ただ逆に言うと大学院の研究が自分の本業だったので、はい、司法試験の勉強が余かだったとそういう位置づけでしかないですね。それほどまあやってみたいということでした。 司法試験の勉強がかと言えるそれはすすすごいででよねねそそうです、ね、あのそれだけや,やってみたいという気持ちがあったということで、まあ、忙しくて時間はいっぱいいっぱいでしたけど、まあ、やってみたいということであれば、まあ、忙しくてもできるということかなと振り返っては思いますやってみたいというそのワクワク感がやっぱりそうやって動かしたという感じなんですかね。 うん、そうだと思いますそのこれって趣味とかでも同じことだと思うんですけど、うん、その趣味が趣味味がででなない人にとったら単なる作業ですよね例えばジグソーパズルを作るのが好きな人には良かですけど、うん、嫌いな人には単なる作業なんで、うん、私にとってはまあその新しいことを学ぶっていうことが本当に楽しくて、まあ、それは良かのように楽しかったと。 言えると思います素敵なことですよねそうやってワクワクするやってみたいっていうことがまずそこで見つかったっていうこともすごいことだなと思いますけれどもはいそうですね本当に幸運だと思いますなかなかやりたくてもやりたいことが見つからないというね、えー、若い世代の方々ももしくはもう30超えてる方々もいらっしゃるかもしれないんですけれども。 何がそうやってやりたいものを見つけることができたポイントだったんですかね、今振り返られて。えっとですね、私は、あの、抽象的、一般的なことは言えないんですが、はい、私の場合はどうだったかというと、その大学4年の時に、多くの同級生が進む道、すなわちメーカーの研究開発に進むということを、そのまま受け入れないで、他にどういう、 少数の人たちが進む道があるのかをいちいち見てみた。で、検討してみたってことがあるかと思います。みんなの流れではなくて、もうほんとあらゆる可能性を自分の中で探していたという感じですかそうですね。ただ、自分で自問自答するので出てこなかったと思います。ふなわち先輩たちがどういう道を辿った形跡があるのか、うん、それを情報を もらってそれで検討したとでそういうことなので思考停止しないで、うん、あの自分と同じような状況から過去にどのように進んだ人がいるのかその情報を集めないと自分で急に思いつくっていうのはなかなか難しい。でまたそういう情報を集めるとその中から自分の興味を持つものが持つ新しい道が出てくるかもしれないな と思ってます。なるほどね。とにかくいろんなオプションというか、いろんな可能性、えー、そういったものを見渡して全体の中から自分に合うものを見つけていくということがやっぱ大きいですかね。うそうですね。私の場合はそうでした。うん、まあいろいろなやり方があるので、それも人それぞれだとは思いますけど。うん、で結局。 弁護士さんを目指すということで大学院に進学されて大学院の勉強をしながら司法試験の勉強もされたわけなんですけどもその期間そして司法試験の準備期間はいかがでしたかうん今思えばもう朝起きてから寝るまで研究と勉強しかしてなかったですよね、うん、だからよくやったなってみんなに言われるし正直今思えばよくやったと思いますそして当時ほど 努力しした時代はなないいかもしれないですねで途中でそのよし弁護士さん司法試験受けようって決めてもでも大学院はそのまま終了するところまで全うされたわけですよねええ、全うしましたそれもすごいですよねすごい意志の強さというかうんそうですねあのもし道を変えようという意識だったらもう大学院辞めてもいいし、まあ、辞める人もいるんですねただ私は理系であり、うん そして技術が分かって特許を扱うその延長線上に弁護士があると思っていて、うん、あの方向転換したと思ってないので、うん、これは終始もきっちり終了するということは将来のキャリアにとっては重要だろうなまた自分の中の一貫性という意味でも重要だろうなと思って、まあ、研究も頑張ったということですかね。<laughs> すごい 本当にあの理系の収支までお持ちでさらに司法試験合格されてという経歴のある弁護士さんっていうのは本当全体の弁護士さんの中では数がね少ない貴重な存在ですよね。そうですねなんで本当にこれから技術開発発明したんだけどちょっとあの専門的な言葉がやっぱり研究者の方々と普通に会話ができる分かり合える弁護士の先生っていうのはなかなか見つけられない研究者の方は ぜひ高橋先生のところに相談に行かれた話が早いのかもしれないなと思ったりしますね。<laughs> うん、そうだといいですね。ね、そうですか。そして司法試験に見事合格されまして、そしてその後も努力がまだまだ続くんですよね。うん、続きますね。あの、あるラインとして予定していたキャリア試験がありまして、はい、まあそれに向かって引き続き。 まあ勉強せざる得ない状況続きましたねどちらを目指して進んでらっしゃったんですかえっとですねまあまずは日本の法律をやって特許法をやるというところで免理士資格も取ったわけなんですけど、うん、その後やっぱり海外に目を向ける職種ですすなわち特許って日本だけ出して終わりってことはありえないので、うん、世界に出す。 少なくともアメリカには出すので、うん、あの英語を学ぶこととアメリカの特許法実務を学ぶことは、まあ、必須だろうと思っていました、うん、ただ司法試験を受ける前にそんなことをやる時間もないのでとにかく事務所に入ってから今度は英語をやってアメリカ法を学ぼうとそのように最初から思っていましたので、うん、事務所に入ってからはまずは英語の勉強 しました司法、うん、試験受けられて合格をしそして法律事務所に入って今度は弁理士さんの資格も取得されてそして今度英語の勉強をして海外へということなんですねえ、そういう流れでした <laughs> 英語の勉強はいかがでしたか英語の勉強は本当に大変であの法律より大変と言っても過言でなかったですねああそうなんですね、えー、す法律 で、覚えれば覚えるほど点数が上がるんですね。はい、英語も覚えれば覚えるほど単語力は増えていくんですけど、はい、どんどん聞こえるようになるわけではないので、リフニングとかスピーキングとかなかなか点数伸びないんですね。それですごく苦労して、そのテストの対策だけで2年ぐらい勉強しましたね。かなり英語でじゃあ頑張って勉強されたと。 いうことなんですけども<ー>そして見事に今度はアメリカのロースクールロースクールっていうともう学部レベルを超えて大学院レベルアメリカでは、ええ、そういう位置づけなんですそうですね直接入られるわけなんですけどそれまで英語で授業を受けたいわゆる環境にいなかった中でいきなり大学院のしかもロースクールというところでいかがでしたかいいいや大大変変でででししたたね行 <laughs> 行く前に英語2年間勉強した状態で行ってそれで大変というぐらい <laughs> そうでなければもう全くどうしようもない状況だと思うんですけどね。うん、ただもう本当に努力としか言わうがないんですけど、うん、あの、翌日どの裁判例を勉強するかは決まってるんで、はい、もうあらかじめ読んでいくとですね、うん、読んでってどの裁判例について話してるかは分かってる。うん、すると、まあ先生の言ってることは分かると。うん、それをもう繰り返して何とかついていくという、 1年間でした、うん、そしてアメリカのカリフォルニア州の弁護士さんとしても登録されているいわゆる日本の司法試験にあたるものにも合格されてそうですねあのアメリカの司法試験カリフォルニアバーも受験して合格しましたそして弁理士さんの方もアメリカでもやられるようになったんですよねそうですねパテントエージェントも合格しましたねはい ここれももものすすごく大きいいいととじゃないかと思いますけどもそうですねあの、まあ、努力の結果を一応形にしようと思って司法、うん、試験も受けましたけどね、うん、それはあのよく頑張ったと思いますけどね今思えば、うん、当時アメリカにいてあの無我夢中という感じで頑張ってましたけど。うん、そしてて日本に戻られて また弁護士事務所に戻られて活躍されているというところが現状なんですかねねそうですす、ね、す活躍しててると信じてます <laughs> ですごく今までのご経歴をこうやってお伺いさせていただくとどの期間であってもひたすら勉強をし続けてきたというような印象もあるんですけどもう努力の人という感じがしますがそれはどうしてなんですかね 一部ねちょっと聞いたらすぐ分かるっていう大天才とも机を隣にしていた時もあるんでね、はい、もう彼らとはちょっと違ってもう努力し続けてやっと、まあ、こういう思い描いた通りになったんだと思うんですね、うん、それがじゃどうしてかっていうご質問なんですけど、はい、やっぱり環境が重要なのかなと思ってますうん環境はいそれはどういった ううことです,かえっとですね、まあ、一言で言えば、はい、素晴らしい人たちと一緒にいると、うん、彼らの努力レベル、うん、努力スタンダードが自分のスタンダードになって苦もなくそのようにできるようになるということかなと振り返って思ってます。うん じゃ例えば、まあまり、えー、適した例かわかりませんけど1日に8時間勉強するのが当たり前と思っている人と一緒に勉強してるとそれが当たり前というふうな考え方になってくるという感じですかね。うそういういいことだとだ思いますね一方で23時間で頑張ってるんだよっていう方と一緒にやっていると自分が8時間やってるとなんか自分は違うかなって思ったりしてしまいますからね。うそ,そういう環境にいると23時間になっちゃうのかなと思いますね。なるほど でもそういう方々と結構自分としては大変なことじゃないですか例えば自分がそれまでそこまでやらなかったことをそのさらに上のレベルの人たちと一緒についていくっていうのはかなり自分の中で努力が必要だったりすると思うんですけど常にそこを求めながらお付き合いをしていくというかついていくっていうのは。うん、そうですねただあの 追いつくっていうのはすごい難しいことですね、はいあの。司法試験においても、あと事務所においても、先輩に追いつくってのすごい大変。なぜなら、その先輩たちもすごい優秀なんで、うん、で、努力してますから。うん、ですから、司法試験であれば、受験1年目の人同士で、まあ、切磋琢磨するし、うん、事務所においては、まあ、事務所の1年目の人同士で、お互い頑張ろうと。で、先輩が、 やっってててきたよよううううににトレースししいいこと励まで、うんうん、本当はね先輩を追いついて追い抜きたいという気持ちもあるんですけど、うん、なかなかそれは難しいというのは本当に優秀な人たちですからうんでもそれについていくべくご自身も自然とその環境が整っている中にいれば自然とそういう思いになっていくわけですよね。 そうです、ねうん、まあそれが自分の気持ちもそうなるし事務所であればそれを事務所は当たり前のこととして自分に要求してる。うん、で司法試験の時もそれ合格することは当たり前として要求してるんでそれを大変だと思ってる場合でもないって感じですかね、うん。じゃあ今もしかしたらこれからどうしようかなとか就職だなとかって思っている若い方々もいると思うんですけどやっぱりその自分のちょっと 上って思うかもしれないけど頑張ってその目指すところの環境をやっぱり頑張って手に入れてほしいっていう感じですよね。そうですね。そこで何て言うんですかねあの一部の天才を除きますが、うん、努力してる人同士の戦いだと思うんですると努力してる人の,その集団に入るには努力してれば入れるはずです。なるほど。 努努力してるる人たたちの集団に入るために入めはは自分がまずは努力するそうですね、うん、でさっきの8時間って話ですけど、うん、8時間勉強してる人は8時間勉強してる人の集団に入れるはずなんですね、うん、そしたら切磋琢磨できると、うん、だからそれなりの目標を持ったらその目標に向かって努力してる集団を見つけたいですよね。うん、その集団が どういう努力をしているのかを見ると、まあ、それが必要なレベルなんだなとで彼らがと同レベルの努力をすると、まあ、その集団に入れて切磋琢磨できる、うん、でそうなるとその集団の人はなんかみんな成功するっていう感じですよねで結果例えば今就職の話でしたから、はい、全員が第一希望の会社に入れるのかでそうじゃないとしても、はい 各自が入った会社において、三十年後見たら全員が成功してると思います。まずはじゃあ自分の努力と努力人まあ努力する人が努力する人を寄せ付けるじゃないですけど、類は友よ呼ぶっていうかう、いい意味でそうだと思います。ですね。でもそれをやってきた高橋さんだからこそなんかそ,そして、えー、成し遂げてきた今までの道筋を聞かせていただくとまさに。 努力した結果今の事務所でも素晴らしい先輩方に恵まれているとそうですねあの、まあ、努力してきた結果今の事務所に入れて、うん、で素晴らしい先輩に恵まれて、まあ、その目標を持ってやれると、うん、でそれは本当に幸せだと思います素敵なことですね、はい、さあそしてですね ちょっとこれからのことなんかについてもお話を伺いたいなと思うんですけれども、なんか全部その目指してきたものを今成し遂げて今事務所に所属して活躍されているのかなと思うんですけど、今後はどういったことをしていきたいとかっていうのありますか。うん、そうですね。あの正直言ってまあ人生の転換期と言っても過言でないんですよね。はい、すなわちこのアメリカの留学が終わ でアメリカの使用資金を取るとそこまでは、まあ、規定路線であってあの、まあ、ここまではいつ何をやるかっていうのはだいたい最初から決まってたんですね、うん、でその通りできたのは良かったと思うんですけどこの先は、まあ、レールが何もないんですよね、うん、ですから各自そこまでやってきたことを踏まえて、まあ、どのようにキャリアを進めていくのかは各自が決めることという状況になって ます、うん、で私はもう特許の、まあ、理科系の技術と法律と、まあ、せっかく学んだ英語を使って、まあ、この方向を基本的には進めていこうと思ってるんですけどね。はい、ただちょっとねあのまだ試行錯誤をしながら進んででるという感じですかね、うん、ただ弁護士の先生の中では先ほどもお伝えしたようにこの「 理工系の修士過程まで経てまさに技術畑知り尽くしてる部分も結構ある中での弁護士先生の役割っていうのは今後の日本社会においてはかなり海外との技術のやり取りだったりとかしていく中でものすすすごく貴重なな存在ですよねうんそうなりたいと思ってますあの法律裁判のみならずなんかちょっといろんな方々への発信だったりとか、まあ、教育的なこともあるのかもしれないですけど。 できたらいいのかななんてて勝手に私は思ってましたけどう<ー> <laughs> そうですねあのー、今までだいぶ学んできたもことも多くて、はい、まあ今まであんまり話出てないですけどね仕事からもいろんなノウハウやそして全世界の情報というかね、はい、いろいろ見てきてるんですけど、まあ、それらを後輩後進の人に発信していくってことも考えています。うん、でまずは私の専門は 日本特許なんで、はい、日本特許の実務に役に立つ発信をしたいとでこれまでは、まあ、アーティクルすなわち雑誌の一部の記事を書いたりあと京都で本を出したりしてたんですけど、まあ、ここらで今までやってきたことを一旦集計して、はい、単独で特許法の実務本を出したいなと思っていて今年出す予定ですおそうですか今。 ラジオで言いましたねそその意気込みで <laughs>、はい、そうでうすかでちょっと気になるんですけど例えばあの先ほどご経歴の中で理工学部で研究開発で研究者にっていう時にはその今されている特許法だったりとか実務のことっていうのはその大学生や大学院生はかなり知ってて開発のこととかを技術を身につけたり研究されたりしてらっしゃったんですか、えー、それが 今思えば問題なんですけど、はい、特許法って授業がなかったんですね当時はないんですかないんですねだからどのように発明をして、はい、その発明した技術をどのように学会で発表していくかってことを研究室で叩き込まれましたでもそれって今後ますます重要になりますよね重要ですねその大学生大学院生が学会で発表することも本当に重要なんですが それは大学ではそう。でも会社においてはやっぱり会社の利益、権利を高めるために就職してるんで、はい、その大学だけじゃなくて会社におけるってことも考えると、その特許が認められるためには、発明をどのように組み立てたらいいか、どのような側面から発明を見たらいいかっていう知識があった方がいいと思うな、 と最近思ってますねまさに日本は技術の国というふうにも言われたりしますけれどもまあ、すます日本の方で作り始めた技術がなんかちょっとした足りないことっていうか知識不足のためになんか海外の方に先に持ってかれちゃったりとか,、えー、なんか東か特許としてしっかりまず確立する前にちょっとほかに流出みたいなことがあったりというの時々報道なんかでも見にするんですけどもそういう報道されるものの 他に氷山の一角ですからねすごい多くの損失があると思うんですけど、うん、結局発明者が発明だと思っているところじゃないところで特許が認められるってことはすごい多いんですよ。あそうなんですか、えー、あの発明者がこれはすごいと思ったところが実は間一髪他の人がやってたと。<う>でも発明者がついでにこんなのもあるっていいなと思って。 3行ぐらい書い書た、はい、その特徴がそれが新しいってことが結構あるんで<ー>だから発明者としてもなんか一心不乱に自分の成果のメインの部分を集中するんじゃなくて、うん、自分のやってきたことをもう少しなんかフラットに発明提案書に書いて、うん、でそれを小さい部にあげると、うん、そういう形にすると思わぬところで特許性が認められる そういうのを拾うことができて。まあ権利を持てると。うん、そういうことはよくありますね。会社の中で例えば研究開発をしていると、まず研究者の方がいて、それが会社の中にある。いわゆる知的財産を管理する部署に上がるわけですよね。ええ、そうです。で、そこから特許庁に申請をすると。その通りですね。ということになるわけですよね。はい、で、今のお話だと。その研究開発をした方々が、その知的財産の部署に上げるときに。 こんなのはいらないかなみたいな感じだったりするとその知的財産の方々が特許申請をしなくてもみたいなことだったりうまく特許申請ができない案件ができてしまうえそうですねその知的財産部の人はたくさんの案件を同時に抱えてるんで、はい、一個一個の発明者にインタビューまでできないことが多いですから発明者が書く発明提案書に書いてないことを見出すのは 多分無理なんですね、うん、ですから発明提案書に書く内容が多少変わるんじゃないのかなと思ってます。うん、でそういうような発明者向けの、まあ、本なりアーティクルをいずれ出そうと思ってるんですけど、うん、ちょっとそれは次の次,で次ので次次のでですね <laughs> でも今お話を伺ってたらそれってすごいあの知ってる知らないは大きな損失を生むことにもなってそっち早急じゃないかなっていう感じもするんですけど。 そうですね、うん、あのそれも早急それも早急なんですが、うん、まあ私が法律家としてプロ中のプロなのは、うん、特許裁判実務なんで、うん、ま,あまずは自分の最も得意なところを出して、うん、次に根本的なところを出していこうと思ってます。うんうん、ということは、まあ、将来的にその開発者の方々もしくは大学生や大学院生でその開発にこれから携わろうという方々に向けて こういうところが特許のポイントなんだよとかこういうことを知ってるといいんだよみたいなことをやっぱり情報発信を考えてくださってるとそうですねそうしようと思ってるしそういいうう責務になっててると自覚していますうんそうですよね本当に今本当に海外との、まあ、競争っていうとおなんか戦うみたいに聞こえますけれども日本で生まれたものがきちんとあのそれに見合った成果として。 日本の中で守られたり国際社会の中でも守られたりすることっていうのは日本の国にとってもすごい重要なことですよね。えそれは重要なことですね。うん、あの知財立国として日本が2008年ぐらいからもう世界に発信してますから、うん、それに見合う体制を整えたいなと思ってます。うん、その知知財財立国国的財産でででをっていううことなんすすかそうですあの 国のまあ骨太政策の一環として知財立国ということが今言われていて、うん、例えば高等裁判所において知的財産高等裁判所ができたんですねあそれは知的財産のことだけをやる高等裁判そうですあ、そうなんですかそれだけ国を挙げてまあ日本国の知的財産を守っていこう、うん、そして活用していこうという時代に入っているので、うん 取りここぼしはもっったいいいななていうところですかねじゃあその取りこぼしがないように高井先生が本当にあ,のありとあらゆる開発者研究者技術者のお立場のご経験からですねきっといろんなものを見つけて日本を守ってくださるそうですねあの <laughs>、まあ、むしろ守るのは彼らと。で彼らに研究開発者にその情報を発信して知識を 与えていきたいいなと思っすすねうーんそうですかいやちょっとね、えー、今まであまり意識していなかった方々もこの特許ということに関してちょっとね今一度改めてそうかなんて思っていただく内容がいっぱいあったんではないかなと思うんですけれども日本でその特許と言われているもの割とすごい高度な技術もあると思うんですけれども実際にはどのくらいその件数としては日々 生まれてるもんなんですかうん特許を出願してる件数は年間30万件ぐらいですかね日本で30万件ええそれで特許が実際認められるのは半分ぐらいと言われてるんで15万件ぐらいかと思います15万件ですか、ええ、年間年間 それって例えばこれは事前に特許がもう出されてるものなのかとかそういうものっていうのはその15万件年間あるものっていうのはその特許庁全部把握して特許庁は全部把握してます、うん、ただ依頼者がすなわち出願人が把握しているとは限らないので、うん、出してみたら特許庁にこんなのあるよって言われてダメとまあそれはしょうがないですねじゃあそれをその例えば弁理士さんなんかはそうやって依頼されると 調べて申請をしてあげるその調べるというのも時間費用と交付とかかりますから、はい、依頼されればそれは調べますけど、うん、まあもう出してみてくれっていうこともありますねあ,あ、そうなんですね、うん、まあダメならしょうがな、はいもともとダメなんでう,ん、うん、そうですか、うん、ただ実際発明者はその業界は知ってるんで、うん、発明者が知らないならまあ出してみようかってことも多いです弁理士さんの仕事 冒頭で弁護士であり、弁理士でありというご紹介もしたんですがちょっと今、改めてですね先ほどのまあ法律の部分の裁判ができるっていうところでは弁護士さんというのがありましたが今、弁護士さんであり、弁理士さんちょっと役割としては弁理士さんの職域というのはどういったところなんでしょうか。そそうですすね弁理士のの職域は発発明明者ないし知財部の人かららををもらって、まあ、それを特許所に出願する そして特許庁からダメと言われたら特許庁に対して応答して意見を述べたりあと面接に行ったりしますね。とにかく特許庁とどんどん対応していくというのが弁理士の職域ですね。で最終的に特許庁から罰と言われた後にそれを取り消すために裁判所に訴える時は弁護士の職域ですね。ただその弁護士が出てくるときには 弁理士とと一緒にやるこなんですね、ええ、じゃあ弁理士さんが申請してで駄目だって言われたらこの弁護士さんにお願いをしてというような本当に共同作業みたいな共同作業でまあ時給率的には流れ作業というか順,、うん、順次役割が出てくると、うん。じゃあまず今弁護士であり弁理士でありっていう高橋先生なんですけどまずじゃあ弁護士の先生にじゃあ先に 特許申請お願いしちゃおうっていうことではなくてまずは弁理士さんとしてのさまざまな方々いらっしゃると思うんですけど、ええ、弁理士さんにまずはじゃあ特許自分もじゃあやってみようみたいなことがもしあれば持っていくといいわけですね。ええ、そうですねう,んでうちの事務所だったら弁弁護士と弁理士と理が両方いるんですねでまずは出願は弁理士部門でやりまして、うん、もう特許庁からバツってなった時に署内で打ち合わせすると。 で我々弁護士がその特許庁の意見を見てこれはちょっと特許庁の言うとおりだねっていう時にはまあやめた方がいいっていうし、うん、これは特許庁の意見を逆転できる可能性があるなって考えたら依頼者にそれを伝えて、うん、もしよかったら裁判しますかという段取りで一緒に仕事をしてます。うん まあ弁護士さんは裁判の方があの専門なのかもしれないんですけど高市先生としては弁理士さんの資格もと、まあ、資格を取得されたというのもやはりこの特許に特化した案件をという思いがおありだったんですかええそうです。あの弁理士の特許庁対応の業務は今行ってないですけど、はい、弁理士という資格を持つことによって多くの弁理士と交流があるんですね。 それで、今、特許庁では、どのようなことを考えていて、弁護士が出てくる前の、弁理士と特許庁の間の、そのやり取りはどのようにされてるのか、そういう情報を十分キャッチした上で、最初から依頼者の意見を聞いたり、依頼者の相談に乗ったりすると。でもっと言えば、弁理士資格があると、特許庁の委員会に参加できるんですね。特許庁の委員会。はい。はい、で、私はそこの特許委員会という、 一番大きいいに入っているんでで、すね、うんで。そこはほとんど弁理士なんですけど、まあ、弁護士・弁理士もまあ何人かいると、うん、まあそこに参加すると今の弁理士の考えとか、うん、あと特許庁の意見交換も参加できる、うん、それでいろいろ情報を得たり最近のトレンドをつかんだりしてると。うん、で逆に、私はそこで、 裁判所はこんなこと考えてるよってことを言うと、うん、彼らも喜ぶと、まあそういうこともあって、うん、弁理士登録をしています。今お話を伺うとすごく実は広いですよね。その裁判をする案件もそうかもしれないんですけど、その特許の案件がいかに広いか、そのいろんな方が関わっている案件なんだなっていうのがすごいよくわかりますよね。そうですね。なんか特許法というとすごい狭いなって言われることがあるんですけど。はい 特許法の立ての流れを考えたらすごい広くて、うん、それはビジネスにもつながってるんで、うん、あの実はすごく広い範囲です。そうですよねそれこそ会社民間の会社もそうだし特許庁もそうだしもう本当にあに幅広いさまざまな会社社会が関わっているのがこの特許法という,そうです、ね、ところですよね。うん、特に発発明明ですからね、うん、発明って 民間会社が行う応用的な発明が今念頭に置かれてたんですけど、うん、大学が行う基礎的な発明もこれに入ってるんですね。はい、最近京都大学の iPS 細胞とか、利権、うん、のスタップ細胞とか、ああいうのも全部特許で押さえてある。あ、あれも特許なんですね。えー、で、この後多分実用化していくんですけど、はい、やっぱりその実用化するときに特許がないと、 うまくベンチャー企業も立ち上がらないんでこのベンチャー企業を立ち上げる時にまず特許で抑えるっていうのが基本なんですねうん、うん、でその特許権を担保にお金も借りられるし、うん、ベンチャー企業の支援も得られると、うん、だからすでに成熟した発明の応用っていうものもあるし、うん、ベンチャーもあると、うん、でこれからは大学発の TLOTLO、はい、って大学の 知的財産組織、はい、またはベンチャー企業を立ち上げる。そういうこともどんどん盛んになってほしいし、まあ場合によってはそういうことに手助けできればより嬉しいし、日本の,の知的財産のみならず、まあ、ビジネスの発展にもなるかなと思ってます。うん、その会社もそうだし、大学もそうだし、ありとあらゆる日本のいろんな新しいアイデアが、日本の本当に財産になったりっていう。 その根源というか根本、その特許を申請しているのといないのとでは大きな違いが出てくる。すごく大事なことですね。ええ、大事なことですね。うん、あのそして皆さんに大事なことだと思ってほしいですね。うんうんうん。今後この特許についてやっぱり広く皆さんに知っていただくようなことがどんどん増えていくといいなと思いますね。ええー、そうですね。うん、さあそしてですね。 この番組ドリームトークということで高井先生のこの後の、まあ、夢今までは目標通りにある意味達成できてきたのかななんていうふうにも思うんですけど今後さらなる夢大きな夢なんかがありましたら教えていただけますかえそうですねあのなかなかここからはレールが決まってないという話を先ほどしたと思うんですけど、うん、それでも、まあ、最終的にどのようになりたいのか っていうとまあ一言で言えば影響力があるような人になりたいなと思ってます。というのは今までは勉強して試験があるそれを繰り返して、まあ、考えられる試験はおおむね終わったんですね、はいで。これからはその今まで得てきた、まあ、勉強やノウハウ裁判例そしてアメリカでの経験など生かしてもっともっと まずは実績を積んでいきたいってことですかね、うん、仕事です、うん、ると現時点ではまあようやくそのステージのスタートに立ったに過ぎないんで,、はい、で優秀な先輩たちがもうたくさんひしめいてるんでね、うん、私が個人の意見を述べてもそんなに聞く人いないんですねそうであるので現時点で私は裁判例によるとこうですよっていうことを知り尽くしてると、うん、はい だから高井氏に聞けば裁判例になるとどうなんだっていうのは分かるよ、うん、という状況に、まあ、なりつつあるしなりたいと、はい、すぐに、うん、ただ高井氏の試験個人的な意見はどうだっていうことを聞きたい人は今のところいないんですね、うん、でももっともっと実績を積んでもっともっと影響力あるようになれば高井氏はこの問題についてどのように考えているのか 意見ははどううでかかって聞かれるるようになるはずなずんですね。はい、現にうちの事務所の大先輩たちは意見を聞かれるんですよ、うん、それはちょっとした興味じゃなくて、うん、例えば法制度審議会とか、うん、新しい法律改正をする時また特許庁が実務を変える特許庁の審査基準室また知的財産高等裁判所あの裁判所から、はい その意見交流会みたいなのを求められて出席してるんですよ。うん、そこで述べた意見って、民間がこのように考えてるんなら法律を、プラクティスをこのように変えていこうと、うん、まあ彼らが思ってるわけなんですね。ここに呼ばれるってことは、きっと彼の意見は合理的で、日本の今後に向けてより良い意見を言うはずだと。うん、だから、過去の法律や裁判例に縛られず、その意見を聞こうと。 そう信頼されてるってことなんですねうん、うん、そういう信頼を得たいなと思ってますがこれは多分10年でも難しいですね今後20年のスパンの夢と考えていますうそうですかでもすごく大きな展望ですよね目標今後このような夢を掴んでまあ。 本当に目標としていた大学生の時から司法試験を受けてこのようなことをやりたいって思い描いていたものにこうやってまあご自身の努力もあって達成してきたわけなんですけれども今夢がある方々にこんなことを思って突き進んでいってほしいなんていうような思いはどういったものがありますかえっっっとととですねまあまたた一般的なことは難しい、はいで私がどうだったかっていうだかてず 明日どうなろうって考えてもしょうがないじゃないですか。うん、すると、また50年後どうなろうって考えてもまたしょうがない。うん、あの定年を超えてまた違う人生になっちゃうんでね、うん。そういう意味では自分のキャリアの延長線上で、まあ、10年、20年先にどうであろうか、どうなりたいかというモデルを見つけるとすごくいいと思うんですよね。モデルを見つける。例えば私であれば、 特許裁判をバリバリやっている先輩がいると、うん、でそういう理系出身の弁護士がいるんですね、うん、でその人がいるってことは自分もそうなる可能性があるわけですね、はい、で彼が何歳の時に何をやってきたかっていうのは全部わかるわけですよねうん、うん、でそれをトレースできればまあ20年後に彼のようになれる、うん、でまあトレースできなければしょうがないんですけど、うん まずその途中を全部見るとすると2年で何をやらなきゃいけないとかそういうのがまあ大体わかるわけなんですね、うん、あとはもう死に物狂いでそれをトレーするってことですよね、うんうん、でそこで先ほど出た話にもなるんですけど、うん、できないと思ったら終わりなんですよね、はい、だからやりたくないことやってもしょうがないんですけど 20年後の目標でなりたい自分を決めたなら、うん、でモデルがいるなら、うん、それをトレースしていくっていうのは楽しいはずなんですね、うん、楽しければできる多少忙しくて疲れたなってことがあっても、うん、まあなんとかできるはずなんでそれを突き進んでいくといいかなという感じで今まで来ました、うん、そうですかありがとうございますそしてですね ちょっと冒頭司法試験の勉強が暇かだったんですっていうこともあったんですけど今の余かはちなみに何ですか <laughs> うん今英語の勉強も終わって留学も終わって試験が終わったって話をしました。はいうん、すると仕事だけだと今までに比べれば確かに時間があるんですね。はい、でそこでは一つは発信に向けて、うん。 まあ、アーティクルや単独の本を出すと。うん、まあ、それが一つと。はい、でもう一つは、小さい子供がいるんでね、あ,<ー>あの、家族サービスっていうのは重要な責務であり、はい、そして余暇ですね。うん、まあ、その辺で、ワーク・ライフ・バランスを考えながらやっていこうかなと思ってます。はい <laughs> そうですかもう本当に今日はねあの特許に関してまたね高井先生の本当に努力のいろんな軌跡をですね、えー、お話を伺うことができました是非今回聞いていただいた方もですね参考にしていただいたよし自分もなんて思っていただくきっかけになったらなと思いますしまたいろんな企業の方々開発者の方々ちょっと企業 また技術開発に詳しい弁護士の先生を探している方は高石秀樹とぜひ探していただいて高石先生にいろんなね疑問質問をぶつけていただけるといいのではないかなというふうに思います今日は弁護士であり弁理士の高石秀樹さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました ドリーームトークこの番組は会社の経営者の方また業界のプロフェッショナルな方々に今までの歩みそして今感じていることこれからのことなどについてお話を伺っていきます本日はですね弁護士であり弁理士の高石秀樹さんにお越しいただきました。よよろろししししくくおお願願いいいたまますす はい。今日は弁護士の先生にお越しいただいたわけなんですけれども、まずはですね、現在の事務所、そしてご自身のお仕事、どういったお仕事を中心に案件なども含めてされているのか教えていただけますでしょうか。はい。えー、っと、私は今、中村合同特許法律事務所というところに所属しています。これは名前からもわかるように特許法律事務所でして、私は特許法の まあ裁判をよくやっております。特許法の裁判を中心にということなんですけれども、特許法というのは具体的にどういった案件になってるんですか。はい、えっと多くのまあメーカーなどがどんどん新しい技術を開発するときに特許庁に特許法のまあ申請をします。でそれを特許庁で特許にするかどうかを判断するんですけど。 まあ残念ながら特許庁でこれはダメって言われた時に諦めるのかそれともさらに特許庁の判断を争うのかという段階がありますそこで特許庁の判断を争って裁判所に行くその時に私の出番が一つありますそれとは別にすでに特許になったものについてライバルの会社がその特許を侵害する製品を売っているそういう時に 裁判所に訴えて相手の特許侵害をやめさせて損害賠償請求をするそういう二つの仕事を主にやっています特許庁を相手に裁判をするんですかはいあの一つのメインの仕事は特許庁を相手に裁判をするということですそれはなんかあの申請した書類で特許これで出せると思って出したのにもかかわらず申請が あの却下されたりしたことに対して「いやいや」っていうことでその申請者のの方々の力にななれるとといううことなんです、ね、<laughs> そうですすねねそ申請した発明者およびその会社はその発明がいい発明だと思ってそれを、まあ、特許できると思っているのに今特許庁が認めてくれないという時に私たちも見てあこれは確かに特許になってもいいよねって考える時には争います。うん で逆に私たちから見てこれちょっと裁判所もダメでしょっていう時には、まあ、率直にそのように申し上げますうそうしないと依頼者は必ずしも裁判の結果を予測できるわけではないんでんまあそれを予測してあげるのもまあ一つの仕事です。何をもってその特許として認めてもらえるんだろうなっていう基準というかそういったものがあるんですかははい。い特特許許法にのの要件というものが、 法律としてて定められています、はい、あのここで述べるとキリがないんですが、まあ、主としては8個ぐらいの要件がよく争われます、うんで。私たちは弁護士として特許法のプロなので、それぞれの要件について裁判例がどのように言ってるかを知り尽くしてるんですね。うん、ですから、過去の裁判例からすれば、この事例においてはダメそうだとか、うん この事例においては逆転できる可能性があるということを過去の裁判例に基づいて依頼者に説明するのがほとんどです。うん、ただ、我々弁護士の仕事は過去の裁判例に従うことではなくて裁判例、そして最高裁判例を作っていくことでもあるんで、うん、依頼者とともに過去の裁判例から言えばダメだけどその裁判例を 打ち壊して、新たな最高裁判例を作るぐらいつもりでチャレンジしようと。そう話がまとまった時には、それでもやるということになります。で、実際、最高裁まで行った事例もいくつもありますし、私自身が戦った事件で、まあ最高裁で大逆転したっていうのもあるんです。え、そうなんですか。それは何がその大逆転に至る要因だったんですか。 えっとですね、もう熱意というとちょっと語弊があるんですが、うん、どう考えても今までのプラクティス、そして裁判例は不合理なんですね。うん、それは多くの人が不合理って言っていた。ですが、裁判所も特許庁も今までそうだったからという理由で、その不合理な、まあ、新決や判決をしてしまうってことはよくあるんですね。うん、でも最高裁まで行けば、 その不合理であるということを見てくれることがあるで私のやった事件では不合理であるということが裁判所で認められてその最高裁判決の結果、まあ、特許法自体が改正されたんですねで今では非常に合理的で特許権者が使いやすいように改正されましたうんすごいことですね法律自体が改正されたってそれは大きな裁判に携わられたっていうことですよね,そうですねあの 判決は非常に大きいい意義があるると認められているようです、ね、素晴らしいですね、そしてもう一つはその特許を得た企業がその特許を侵害する企業に対しての裁判をするということなんですけどよくなんか似たものを作ってしまってでその命名も似てるとかっていうことが時々ニュースなんかでも報道されたりするんですけどそういった案件は日本の国内ででも結構多かかったりすするんですか日本国内でも多いですね。 多いというのは、アメリカの方が多いとは思うんですけど、うん、あの日本国内でもまだまだたくさんあります。で、それは大体あれなんですかね。特許をもともと持ってる方が強いんですか。あの、片方が特許を持っていて、はい、相手が持ってなければ、特許を持ってる方が強いのは明らか。ですが、うん、大体特許裁判になるのはお互いメーカーで。はい、お互いに作っているのはほとんどなんですね。はい、だからお互い特許を持ってる。 でその場においてどっっちの特許が強いかっていいかてう戦いでもありますねうんそれに対してもその相手のものもよく知り尽くした上でじゃあ弁護というか裁判を依頼された方々の方の,方の特許は勝つようにお手伝いをすると、ええ、その通りですこのね「技術」っていう言葉が出てきているんですがなんとこの高橋先生はこのご経歴の中でもですねその弁護士さんとしては本当に1割2割。 にあたるご経歴をお持ちなのかなと思うんですけどももともと法学部に進まれたわけではなくて理工系から弁護士さんになられてらっしゃるんですよねはいそうです、うん、まず理工学部に大学の時に進もうと思われたのはどういった思いで進まれたんですかそうですね高校生の時には理科系の科目が得意だったことと理科系のまあ物理ないし その物理を使ったその工学的なことがすごく好きだったので、はい、まあ将来的にはメーカーの研究や開発をしたいなと思って理系に進みましたメーカーの開発研究したいと思って理工学部に進みましたでそこからどのようにこの弁護士さんへの道というところに行き着いたんでしょうかえっとですね 大学3年生から4年生になるときにだいたい就職活動が始まって、はい、そして大学の就職からもいろいろな先輩の道筋が、まあ、教えてもらえると、うん、その時に多くの人は研究開発なんですけど、はい、一部のマイノリティな人たち先輩がいろんなところに行ってるっていうのを知ったんですね、うんまあ、例えば金融とか証券、まあ、テレビ局に行った人もいるし また、交換庁に行った人もいる。そして、便利士になってる人も、まあ、それなりにいました。うん、で、便利士っていう仕事を結構興味を持って、どのような仕事かなって見たら、まあ、特許というものをまあ申請して、特許庁とやり取りすると。で、これは、発明がなされた後に、その発明をどのように権利にしていくかっていう、面白い仕事だなって。 と思いましたね、うん、でさらにその発明って最後どうなるかっていうと当然裁判になるんですけど、はい、特許の裁判までやりたければ弁護士資格が必要だっていうことをそこで知って、うん、あこれはやっっててみたたいなと初めて思ったんですね、うん、理工学部の3年生4年生っていうと本当にあの卒論とかもそうかもしれないですけど研究研究実験実験でかなり忙しい。 大学生生活を送っているさなかだったんじゃないかなとも思うんですけどもそうですねあの理系って本当に忙しいんで、はい、あの卒業研究をやりながらということになりましたその中でも弁護士さんを目指すっていうその決断かなり大きいものだったんではないですかそうですねあのすごく大きな目標が新たに生まれたということで、まあ、大変ではありました大変ではありましたが その時初めて知った道というか、うん、それを見て、ちょっとやってみたいなって気持ちになったんですね。大学入られた時には、将来はメーカーさんの研究や開発っていうことで、本当に理工学部でいろんな技術を身につけられてたと思うんですけれども、そこから弁護士さんへの道ということで、スパンと気持ちを切り替えての弁護士さんへのチャレンジだったんでしょうかえっとですね、まあ率直に言うと、 あの弁護士としてすなわち法律の勉強ができるのか不安でしたはいもともと理科物理そして数学とやってきて、はい、法律なんてやったことなかったんでんできるのかなってこともありましてまた私の所属していた東工大は7割は大学院に行くということで、はい、まず大学院に行こうという決意をしました、はい、で大学院に行きながら今4年生 そして修士1年生とと研究ししながら勉強したとでそれで法律がダメだなと思ったら、まあ、そのまま大学院を出て就職するし法律の勉強がこれはやれそうだという気持ちになったらそのまま司法試験を続けるそういうように選択肢を残しながらその年は進んだというのが本当のところですね。 司法試験を受けられる方は、例えば大学の法学部なんかに所属されて勉強されてた学生さんなんかも、とにかくそればっかりを一生懸命勉強して、それでもなかなか受かるのが難しいというところでもあり、一方、理系の大学院っていうと、その卒業研究よりもさらにまた研究、研究、実験、実験の日々ではないかなと思うんですけれども、その両方を同時にやっていこうっていう、それはものすごいことですよね。 うん正直言って今振り返るとすごいものすごいことだしよくやったなと思います。<laughs> あの、朝から晩まで余かっていうものはなかったですよね。はい、ただ逆に言うと大学院の研究が自分の本業だったので、はい、司法試験の勉強が余かだったとそういう位置づけでしかないですね。それほどまあやってみたいということでした。 司法試験の勉強がかと言えるそれはすすすごいででよねねそそうです、ね、あのそれだけや,やってみたいという気持ちがあったということで、まあ、忙しくて時間はいっぱいいっぱいでしたけど、まあ、やってみたいということであれば、まあ、忙しくてもできるということかなと振り返っては思いますうんやってみたいというそのワクワク感がやっぱりそうやって動かしたという感じなんですかね。 うん、そうだと思いますそのこれって趣味とかでも同じことだと思うんですけど、うん、その趣味が趣味味がででなない人にとったら単なる作業ですよね、うんはい、例えばジグソーパズルを作るのが好きな人には良かですけど、うん、嫌いな人には単なる作業なんで、うん、私にとってはまあその新しいことを学ぶっていうことが本当に楽しくて、まあ、それはヨカのように楽しかったと。 言えると思います素敵なことですよねそうやってワクワクするやってみたいっていうことがまずそこで見つかったっていうこともすごいことだなと思いますけれどもはいいそうですすね本当に幸運だと思いますなかなかやりたくてもやりたいことが見つからないというね、えー、若い世代の方々ももしくはもう30超えてる方々もいらっしゃるかもしれないんですけれども。 何がそうやってやりたいものを見つけることができたポイントだったんですかね今振り返られて。えっとですね、私はあの、抽象的一般的なことは言えないんですが、はい、私の場合はどうだったかというと、その大学4年の時に多くの同級生が進む道、すなわちメーカーの研究開発に進むということをそのまま受け入れないで、他にどういう 少数の人たちが進む道があるのかをいちいち見てみた。で、検討してみたってことがあるかと思います。みんなの流れではなくて、もうほんとあらゆる可能性を自分の中で探していたという感じですかそうですね。ただ、自分で自問自答するので出てこなかったと思います。ふなわち先輩たちがどういう道を辿った形跡があるのか、うん、それを情報を もらってそれで検討したとでそういうことなので思考停止しないで、うん、あの自分と同じような状況から過去にどのように進んだ人がいるのかその情報を集めないと自分で急に思いつくっていうのはなかなか難しい。でまたそういう情報を集めるとその中から自分の興味を持つものが持つ新しい道が出てくるかもしれないな と思ってます。なるほどね。とにかくいろんなオプションというか、いろんな可能性、えー、そういったものを見渡して全体の中から自分に合うものを見つけていくということがやっぱ大きいですかね。うそうですね。私の場合はそうでした。うん、まあいろいろなやり方があるので、うん、それも人それぞれだとは思いますけど。うん、で結局。 弁護士さんを目指すということで大学院に進学されて大学院の勉強をしながら司法試験の勉強もされたわけなんですけどもその期間そして司法試験の準備期間はいかがでしたかうん今思えばもう朝起きてから寝るまで研究と勉強しかしてなかったですよね、うん、だからよくやったなってみんなに言われるし正直今思えばよくやったと思いますそして当時ほど 努力しした時代はなないいかもしれないですねで途中でそのよし弁護士さん司法試験受けようって決めてもでも大学院はそのまま終了するところまで全うされたわけですよねええ、全うしましたそれもすごいですよねすごい意志の強さというかうんそうですねあのもし道を変えようという意識だったらもう大学院は辞めてもいいし、まあ、辞める人もいるんですねただ私は理系であり、うん そして技術が分かって特許扱うその延長線上に弁護士があると思っていて、うん、あの方向転換したと思ってないので、うん、これは終始もきっちり終了するということは将来のキャリアにとっては重要だろうなまた自分の中の一貫性という意味でも重要だろうなと思って、まあ、研究も頑張ったということですかね。<laughs> すごい 本当にあの理系の収支までお持ちでさらに司法試験合格されてという経歴のある弁護士さんっていうのは本当全体の弁護士さんの中では数がね少ない貴重な存在ですよね。そうですねなんで本当にこれから技術開発発明したんだけどちょっとあの専門的な言葉がやっぱり研究者の方々と普通に会話ができる分かり合える弁護士の先生っていうのはなかなか見つけられない研究者の方は ぜひ高橋先生のところに相談に行かれるとか話が早いのかもしれないなと思ったりしますね。<laughs> うん、そうだといいですねね、そうですか。そして司法試験に見事合格されましてそしてその後も努力がまだまだ続くんですよね。うん、続きますねあの。あるラインとして予定していたキャリア試験がありまして、はい、まあそれに向かって引き続き まあまずは日本の法律をやって特許法をやるというところで免理士資格も取ったわけなんですけど、うん、その後やっぱり海外に目を向ける職種ですすなわち特許って日本だけ出して終わりってことはありえないので、うん、世界に出す。 少なくともアメリカには出すので、うん、あの、英語を学ぶことと、アメリカの特許法実務を学ぶことは、まあ必須だろうと思っていました。うん、ただ、司法試験を受ける前にそんなことをやる時間もないので、うんうん、まあとにかく、事務所に入ってから、今度は英語をやってアメリカ法を学ぼうと、そのように最初から思っていましたので、うん、事務所に入ってからは、まずは英語の勉強。 しました。司法、うん、試験受けられて合格をし、そして法律事務所に入って。今度は弁理士さんの資格も取得されて。そして今度英語の勉強をして、海外へということなんですね。え、そういう流れでした。<laughs> 英語の勉強はいかがでしたか。英語の勉強は本当に大変で、あの。法律より大変と言っても過言でなかったですね。あー、そうなんですね。えー、す法律。 で、覚えれば覚えるほど点数が上がるんですよね。はい、英語も覚えれば覚えるほど単語力は増えていくんですけど。はい、どんどん聞こえるようになるわけではないので。リフニングとかスピーキングとか。なかなか点数伸びないんですね。それで。すごく苦労して。そのテフトの対策だけで2年ぐらい。勉強しましたね。かなり英語で、じゃ。頑張って勉強されたと。 いうことなんですけども<え>そして見事に今度はアメリカのロースクールロースクールっていうともう学部レベルを超えて大学院レベルアメリカでは、ええ、そういう位置づけなんです,そうですね直接入られるわけなんですけどそれまで英語で授業を受けたいわゆる環境にいなかった中でいきなり大学院のしかもロースクールというところでいかがでしたか大大変変でででししたたね行 <laughs> 行く前に英語2年間勉強した状態で行ってそれで大変といいうぐらい、うん そうでなければもう全くどうしようもない状況だと思うんですけどね。うん、ただもう本当に努力としか言わうがないんですけど、うん、あの、翌日どの裁判例を勉強するかは決まってるんで、はい、もうあらかじめ読んでいくとですね、うん、読んでってどの裁判例について話してるかは分かってる。うん、すると、まあ先生の言ってることは分かると。うん、それをもう繰り返して何とかついていくという、 1年間でした、うん、そしてアメリカのカリフォルニア州の弁護士さんとしても登録されているいわゆる日本の司法試験にあたるものにも合格されてそうですねあのアメリカの司法試験カリフォルニアバーも受験して合格しましたそして弁理士さんの方もアメリカでもやられるようになったんですよねそうですねパテントエージェントも合格しましたねはい。 ここれももものすすごく大きいいいととじゃないかと思いますけどもそうですねあの、まあ、努力の結果を一応形にしようと思って司法、うん、試験も受けましたけどね、うん、それはあのよく頑張ったと思いますけどね今思えば、うんうん、当時アメリカに行ってあの無我夢中という感じで頑張ってましたけど。うん、そしてて日本に戻られて また弁護士事務所に戻られて活躍されているというところが現状なんですかねねそうですす、ね、す活躍しててると信じてます <laughs> ですごく今までのご経歴をこうやってお伺いさせていただくとどの期間であってもひたすら勉強をし続けてきたというような印象もあるんですけどもう努力の人という感じがしますがそれはどうしてなんですかね 一部ねちょっと聞いたらすぐ分かるっていう大天才とも机を隣にしていた時もあるんでね、はい、もう彼らとはちょっと違ってもう努力し続けてやっと、まあ、こういう思い描いた通りになったんだと思うんですね、うん、それがじゃあどうしてかっていうご質問なんですけど、はい、やっぱり環境が重要なのかなと思ってますうん環境はいそれはどういった ことですか。えっとですね。まあ一言で言えば、はい、素晴らしい人たちと一緒にいると、うん、彼らの努力レベル、うん、努力スタンダードが自分のスタンダードになって、苦もなくそのようにできるようになるということかなと振り返って思ってます。うん、じゃあ例えばまああまり、えー、適した例かわかりませんけど、一日に八時間勉強するのが当たり前と思っている人と一緒に。 勉強しているとそれが当たり前というふうな考え方になってくるという感じですすかねねそういういいことだとだ思います、ね、一方で23時間で頑張ってるんだよっていう方と一緒にやっていると自分が8時間やってるとなんか自分は違うかなって思ったりしてしまいますからねうそ,そういう環境にいると23時間になっちゃうのかなと思いますねなるほどね。うん でもそういう方々と結構自分としては大変なことじゃないですか。例えば自分がそれまでそこまでやらなかったことをそのさらに上のレベルの人たちと一緒についていくっていうのはかなり自分の中で努力が必要だったりすると思うんですけど常にそこを求めながらお付き合いをしていくというかついていくっていうのは。うん、そうですね。ただあの 追いつくっていうのはすごい難しいことですね、はいあの。司法試験においても、あと事務所においても、先輩に追いつくってすごい大変。なぜなら、その先輩たちもすごい優秀なんで、うん、で、努力してますから。うん、ですから、司法試験であれば、受験1年目の人同士で、まあ、切磋琢磨するし、うん、事務所においては、まあ、事務所の1年目の人同士で、お互い頑張ろうと。で、先輩が、 やっってててきたよよううううににトレースししいいこうというように励まです、うんうん、本当はね先輩を追いついて追い抜きたいという気持ちもあるんですけど、うん、なかなかそれは難しいというのは本当に優秀な人たちですから、うん、でもそれについていくべくご自身も自然とその環境が整っている中にいれば自然とそういう思いになっていくわけですよね。そそそううですね、うん、まあそれが自分の気持ちもそうなるし 事務所であれればそれを事務所はあ、当たり前のこととして自分に要求してる、うん、で司法試験の時もそれ合格することは当たり前として要求してるんで、うん、それを大変だと思ってる場合でもないって感じですかね、うん、じゃあ今もしかしたらこれからどうしようかなとか就職だなとかって思っている若い方々もいると思うんですけどやっぱりその自分のちょっと上って思うかもしれないけど頑張ってその目指すところの。 環境をやっぱり頑張って手に入れてほしいっていう感じですよねそうですねそこでなんていうんですかねあの一部の天才を除きますが、うん、努力してる人同士の戦いだと思うんですよね、うん、あのそうだとすると努力してる人のその集団に入るには努力してれば入れるはずですなるほど努力してる人たちの集団に入るためには自分がまずは努力する でさっきの8時間って話ですけど、うん、8時間勉強してる人は8時間勉強してる人の集団に入れるはずなんですね。うん、そしたら切磋琢磨できると。うん、だからそれなりの目標を持ったらその目標に向かって努力してる集団を見つけたいですよね。うん、そのの集団がどういうい努力ををしてるのかを見るか見と まあそれが必要なななレベルなんだなとで彼らがと同レベルの努力をするとまあその集団に入れて切磋琢磨できる、うん、で、そうなるとその集団の人はなんかみんな成功するっていう感じですよねで結果例えば今就職の話でしたから、はい、全員が第一希望の会社に入れるのかってそうじゃないとしても。はい 各自が入った会社において、三十年後見たら全員が成功してると思います。まずはじゃあ自分の努力と努力人まあ努力する人が努力する人を寄せ付けるじゃないですけど、類は友よ呼ぶっていうかう、いい意味でそうだと思います。ですね。でもそれをやってきた高橋さんだからこそなんかそ,そして、えー、成し遂げてきた今までの道筋を聞かせていただくとまさに。 努力した結果今の事務所でも素晴らしい先輩方に恵まれているとそうですねあの、まあ、努力してきた結果今の事務所に入れて、うん、で素晴らしい先輩に恵まれて、まあ、その目標を持ってやれると、うん、でそれは本当に幸せだと思います素敵なことですねはいさあそしてですね ちょっとこれからのことなんかについてもお話を伺いたいなと思うんですけれども、なんか全部その目指してきたものを今成し遂げて今事務所に所属して活躍されているのかなと思うんですけど、今後はどういったことをしていきたいとかっていうのありますか。うん、そうですね。あの正直言ってまあ人生の転換期と言っても過言でないんですよね。はい、すなわちこのアメリカの留学が終わ でアメリカのを取るとそこまでは、まあ、規定路線であってあの、まあ、ここまではいつ何をやるかっていうのはだいたい最初から決まってたんですね、うん、でその通りできたのは良かったと思うんですけどこの先は、まあ、レールが何もないんですよね、うん、ですから各自そこまでやってきたことを踏まえて、まあ、どのようにキャリアを進めていくのかは各自が決めることという状況になって うん、で私はもう特許の、まあ、理科系の技術と法律と、まあ、せっかく学んだ英語を使って、まあ、この方向を基本的には進めていこうと思ってるんですけどね、はい、ただちょっとねあのまだ試行錯誤をしながら進んでるという感じですかね。うん ただ弁護士の先生の中では先ほどもお伝えしたようにこの理工系の修士課程まで経てまさに技術畑知り尽くしてる部分も結構ある中での弁護士先生の役割っていうのは今後の日本社会においてはかなり海外との技術のやり取りだったりとかしていく中でものすごく貴重な存在ですよね。うんそうななりたいと思ってますあの法律裁判のみならず なんかちょっといろんな方々への発信だったりとかまあ、教育的なこともあるのかもしれないですけどできたらいいのかななんて勝手に私は思ってますけどう<ー> <laughs> そうですね、あのー、今までだいぶ学んできたもことも多くて、はいまあ、今まであんまり話出てないですけどね仕事からもいろんなノウハウやそして全世界の情報というかね、はい、いろいろ見てきてるんですけど、まあ、それらを後輩後進の人に発信していくってことも考えて。 まずは私の専門は日本特許なんで、はい、日本特許の実務に役に立つ発信をしたいとでこれまでは、まあ、アーティクルすなわち雑誌の一部の記事を書いたりあと京都で本を出したりしてたんですけど、まあ、ここらで今までやってきたことを一旦集計して、はい、単独で特許法の実務本を出したいなと思っていて。 今年出す予定ですすすそそそううででででかか今ラジオで言いましたねんその意気込みちょっと気になるんですけど例えばあの先ほどご経歴の中で理工学部で研究開発で研究者にっていう時にはその今されている特許法だったりとか実務のことっていうのはその大学生や大学院生はかなり知ってて開発のこととかを。 技術を身につけたたたりり研究されししてらっしゃっゃんですかえそれが今思えば問題なんですけど、はい、特許法と授業がなかったんですね当時はあ。ないんですかないんですね。だからどのように発明をして、はい、その発明した技術をどのように学会で発表していくかってことを研究室で叩き込まれました。でもそれって 今後ますますす重要になりますよね重要ですね。その大学生大学院生が学会で発表することも本当に重要なんですがそれは大学ではそうでも会社においてはやっぱり会社の利益権利を高めるために就職してるんで、はい、その大学だけじゃなくて会社におけるってことも考えるとその特許 が認められるためには発明をどのように組み立てたらいいかどのような側面から発明を見たらいいかっていう知識があった方がいいと思うなと最近思ってますねまさに日本は技術の国というふうにも言われたりしますけれどもますます日本の方で作り始めた技術がなんかちょっとした足りないことっていうか知識不足のために なんか海外の方に先に持ってかれちゃったりとか、えー、なんか東京としてしっかりまずは確立する前にちょっと他に流出みたいなことがあったりっていう時々報道なんかでも耳にするんですけどもそういう報道されるもののほかに氷山の一角ですからね、はい、すごい多くの損失があると思うんですけど、うん、結局発明者が、うん。 発明だと思っているところじゃないところで特許が認められるってことはすごい多いんですよ。あ、そうなんですか、えー、あの発明者がこれはすごいと思ったところが。実は間一発他の人がやってたと。<う>でも。発明者が。ついでにこんなのもあるっていいなと思って。産行ぐらい書いた。はい。その特徴が。それが新しいってことが結構あるんで。へえ<ー>。だから。発明者としても。なんか。 一心不乱に自分の成果のメインの部分を集中するんじゃなくて、うん、自分のやってきたことをもう少しなんかフラットに発明提案書に書いて、うん、でそれを小さい部にあげると、うん、そういう形にすると思わぬところで特許性が認められるそういうのを拾うことができてまあ権利を持てると、うん、そういうことはよくありますね。 会社の中で例えば研究開発をしているとまず研究者の方がいてそれが会社の中にあるいわゆる知的財産を管理する部署に上がるわけですよね。でそこから特許庁に申請をするということになるわけですよね。で,ねはい、で今のお話だとその研究開発をした方々がその知的財産の部署にあげるときにこんなのはいらないかなみたいな感じだったりするとその知的財産の方々が特許申請。 をしなくてもみたいなことだったり、うまく特許申請ができない案件ができてしまう。そうですね。その知的財産部の人はたくさんの案件を同時に抱えてるんで、はい、一個一個の発明者にインタビューまでできないことが多い。ですから発明者が書く発明提案書に書いてないことを見出すのは多分無理なんですね。ですから発明提案書に書く内容が 多少変わるんじゃないのかなと思ってます。うん、で、そういうような発明者向けのまあ本なりあってくるをいずれ出そうと思ってるんですけど、ちょっとそれは次の次で。あ、次の次なんですね。<laughs> でも今お話を伺ってたら、それってすごいあの知ってる知らないは大きな損失を生むことにもなって、そっち早急じゃないかなっていう感じもするんですけど。そうですね。あの。 それも早急それも早急なんですが、うん、まあ私が法律家としてプロ中のプロなのは特許、うん、裁判実務なんで、うん、なま,あまずは自分の最も得意なところを出して、うん、次に根本的なところを出していこうと思ってます。と、うんうん、いうことは、まあ、将来的にその開発者の方々もしくは大学生や大学院生でその開発にこれから携わろうという方々に向けてこういうところが特許のポイントなんだよとか。 そういうことを知ってるといいんだよみたいなことをやっぱり情報発信を考えててくださっいるとそうですねそうしようと思ってるしそういう責務になってると自覚していますうそうですよね本当に今本当に海外との、まあ、競争っていうとおなんか戦うみたいに聞こえますけれども日本で生まれたものがきちんとあのそれに見合った成果として日本の中で守られたり国際社会の中でも守られたりすることっていうのは 日本の国にとってもすごい重要なことですよね。え、それは重要なことですね。うん、あの知財立国として、うん、日本が2008年ぐらいから、うん、もう世界に発信してますから、それに見合う体制を整えたいなと思ってます。うん、その知財立国、知的財産で国をっていうことなんですか。そうです。あの国のまあ骨太政策の一環として、うん、知財立国 ということが今言われていて、うん、例えば高等裁判所において知的財産高等裁判所ができたんですねあそれは知的財産のことだけをやる高等裁判所そうですあ、そうなんですかそれだけ国を挙げてまあ日本国の知的財産を守っていこう、うん、そして活用していこうという時代に入っているので、うん、取りこぼしはもったいないなっていうところですかね、うん じゃあその取りこぼしがないように高井先生が本当にあのありとあらゆる開発者研究者技術者のお立場のご経験からですねきっといろんなものを見つけて日本を守ってくださるそうですねあの <laughs>、まあ、むしろ守るのは彼らと。で彼らに研究開発者にその情報を発信して知識を 与えていきたいいなと思ってますすねうんそうですかいやちょっとね、えー、今まであまり意識していなかった方々もこの特許ということに関してちょっとね今一度改めてそうかなんて思っていただく内容がいっぱいあったんではないかなと思うんですけれども日本でその特許といわれているもの割とすごい高度な技術もあると思うんですけれども実際にはどのくらいその件数としては日々 生まれてるもんなんですかうん特許を出願してる件数は年間30万件ぐらいですかね日本で30万件ええそれで特許が実際認められるのは半分ぐらいと言われてるんで15万件ぐらいかと思います15万件ですか、ええ、年間年間それって例えばこれは事前に特許がもう 出されているものなのかとか、そういうものっていうのはその十五万件年間あるものっていうのはその特許庁全部把握して。特許庁は全部把握してます。うん、ただ依頼者がすなわち出願人が把握しているとは限らないので、うん、出してみたら特許庁にこんなのあるよって言われてダメと、まあそれはしょうがないですね。じゃあそれをその例えば弁理士さんなんかはそうやって依頼されると調べて申請をしてあげる。 その調べるというのも時間、費用とコフト、まあかかりますから。はい、依頼されれば、それは調べますけど、うん、まあもう出してみてくれっていうこともありますね。あ,あ、そうなんですね。うん、まあ、だめならしょうがない。もともとだめなんで。う,ん、うん、そうですか、うん。ただ実際、発明者は、その業界は知ってるんで、うん、発明者が知らないなら、まあ出してみようかってことも多いですよ。うん。便利士さんの仕事。 冒頭で弁護士であり、弁理士でありというご紹介もしたんですが、ちょっと今、改めてですね、先ほどのまあ法律の部分の裁判ができるっていうところでは、弁護士さんっていうのがありましたが、今、弁護士さんであり、弁理士さん、ちょっと役割としては、弁理士さんの職域というのは、どういったところなんでしょうかそうですね、弁理士の職域は、発明者ないし、知財部の人から発明をもらって、まあ、それを特許上に出願する。 そして特許庁からダメと言われたら、特許庁に対して応答して、意見を述べたり、あと面接に行ったりしますね。ああ、そうですか。で、とにかく特許庁とどんどん対応していくというのが、弁理士の職域ですね。で、最終的に特許庁から罰と言われた後に、それを取り消すために裁判所に訴えるときは、弁護士の職域ですね。ただ、その弁護士が出てくるときには、 弁理士と一緒にやることがいいですね。ああ、そうなんですね。ええ、じゃあ弁理士さんが申請してでダメだと言われたらこの弁護士さんにお願いをしてというような本当に共同作業みたいなこ共同作業でまあ時給列的には流れ作業というか、うん、順,順次役割が出てくると。うん、じゃあまず今弁護士であり弁理士でありっていう高橋先生なんですけどまずじゃあ弁護士の先生にじゃあ先に 特許申請お願いしちゃおうっていうことではなくてまずは弁理士さんとしてのさまざまな方々いらっしゃると思うんですけど、ええ、弁理士さんにまずはじゃあ特許自分もじゃあやってみようみたいなことがもしあれば持っていくといいわけですね、ええ、そうですねう,んでうちの事務所だったら弁弁護士と弁理士と理が両方いるんですねうんでまずは出願は弁理士部門でやりまして、うんうん、もう特許庁から罰ってなった時に署内で。 まあ打ち合わせするとで我々弁護士がその特許庁の意見を見てこれはちょっと特許庁の言う通りだねっていう時にはまあやめた方がいいっていうし、うん、これは特許庁の意見を逆転できる可能性があるなって考えたら依頼者にそれを伝えて、うん、もしよかったら裁判しますかという段取りで一緒に仕事をしてます。うん まあ弁護士さんは裁判の方があの専門なのかもしれないんですけど高市先生としては弁理士さんの資格もと、まあ、資格を取得されたというのもやはりこの特許に特化した案件をという思いがおありだったんですかええそうです。あの弁理士の特許庁対応の業務は今行ってないですけど、はい、弁理士という資格を持つことによって多くの弁理士と交流があるんですね。 それで、今、特許庁では、どのようなことを考えていて、弁護士が出てくる前の、弁理士と特許庁の間の、そのやり取りはどのようにされてるのか、そういう情報を十分キャッチした上で、最初から依頼者の意見を聞いたり、依頼者の相談に乗ったりすると。でもっと言えば、弁理士資格があると、特許庁の委員会に参加できるんですね。特許庁の委員会。はい。はい、で、私はそこの特許委員会という、 一番大きいいに入っているんでで、すね、うんで。そこはほとんど弁理士なんですけど、まあ、弁護士・弁理士もまあ何人かいると、うん、まあそこに参加すると今の弁理士の考えとか、うん、あと特許庁の意見交換も参加できる、うん、それでいろいろ情報を得たり最近のトレンドをつかんだりしてると。うん、で逆に、私はそこで、 裁判所はこんなこと考えてるよってことを言うと、うん、彼らも喜ぶと、まあそういうこともあって、うん、弁理士登録をしています。今お話を伺うとすごく実は広いですよね。その裁判をする案件もそうかもしれないんですけど、その特許の案件がいかに広いか、そのいろんな方が関わっている案件なんだなっていうのがすごいよくわかりますよね。そうですね。なんか特許法というとすごい狭いなって言われることがあるんですけど。はい 特許法の立ての流れを考えたらすごい広くて、うん、それはビジネスにもつながってるんで、うん、あの実はすごく広い範囲です。そうですよねそれこそ会社民間の会社もそうだし特許庁もそうだしもう本当にあに幅広いさまざまな会社社会が関わっているのがこの特許法というところですよね。発明って 民間会社が行う応用的な発明が今念頭に置かれてたんですけど、うん、大学が行う基礎的な発明もこれに入ってるんですね。はい、最近京都大学の iPS 細胞とか、利権、うん、のスタップ細胞とか、ああいうのも全部特許で押さえてある。あ、あれも特許なんですね。えー、で、この後多分実用化していくんですけど、はい、やっぱりその実用化するときに特許がないと、 うまくベンチャー企業も立ち上がらないんでこのベンチャー企業を立ち上げる時にまず特許で抑えるっていうのが基本なんですねうん、うん、でその特許権を担保にお金も借りられるし、うん、ベンチャー企業の支援も得られると、うん、だからすでに成熟した発明の応用っていうものもあるし、うん、ベンチャーもあると、うん、でこれからは大学発の TLOTLO、はい、って大学の 知的財産組織、はい、またはベンチャー企業を立ち上げるそういうこともどんどん盛んになってほしいしまあ、場合によってはそういうことに手助けできればより嬉しいし日本の,の知的財産のみならずまあ、ビジネスの発展にもなるかなと思ってます、うん、その会社もそうだし大学もそうだしありとあらゆる日本のいろんな新しいアイデアが日本の本当に財産になったりっていう その根源というか、根本その特許を申請して。いるのといないのとでは、大きな違いが出てくる。すごく大事なことですね。ええ、大事なことですね。うん、あの、そして、皆さんに大事なことだと思ってほしいですね。うんうんうん、今後、この特許について。やっぱり、広く皆さんに知っていただく。ようなことが、どんどん増えていくといいなとは思います、ね。ええー、そうですね、うん。さあ、そしてですね。 この番組ドリームトークということで高井先生のこの後の、まあ、夢今までは目標通りにある意味達成できてきたのかななんていうふうにも思うんですけど今後さらなる夢大きな夢なんかがありましたら教えていただけますかえそうですねあのなかなかここからはレールが決まってないという話を先ほどしたと思うんですけど、うん、それでも まあ最終的にどのようになりたいのかっていうと、まあ一言で言えば影響力があるような人になりたいなと思ってます。というのは、今までは勉強して試験がある。それを繰り返してまあ考えられる試験は概ね終わったんですね。はい、でこれからは、その今まで得てきたまあ勉強やノウハウ、裁判例、そしてアメリカでの経験などを生かして、 もっともっと、まずは実績を積んでいきたいってことですかね、うん、仕事で。うん、ですると、現時点では、まあ、ようやくそのステージのスタートに立ったに過ぎないんで、はい、で優秀な先輩たちがもうたくさんひしめいてるんでね、うん、私が個人の意見を述べても、そんなに聞く人いないんですね。そうであるので、現時点で私は、 裁判例によるとこうですよっていうことを知り尽くしてると、うんはい、だから高市に聞けば裁判例になるとどうなんだっていうのは分かるよ、うん、という状況に、まあ、なりつつあるしなりたいと、はい、すぐに、うん、ただ高市の試験個人的な意見はどうだっていうことを聞きたい人は今のところいないんですね、うん、でももっともっと実績を積んでもっともっと影響力あるようになれば高市 は、この問題について、どのように考えているのか、意見はどうですかって聞かれるようになるはずなんですね。はい、現に、うちの事務所の大先輩たちは、意見を聞かれるんですよ。うん、それは、ちょっとした興味じゃなくて、うん、例えば、法制度審議会とか、うん、新しい法律改正をするとき、また、特許庁が実務を変える、特許庁の審査基準室、また、知的財産高等裁判所、 その裁判所からその意見交流会みたいなのを求められて出席してるんですよ、うん、そこで述べた意見って民間がこのように考えてるんなら法律をプラクティスをこのように変えていこうと、うん、まあ彼らが思ってるわけなんですねここに呼ばれるってことはきっと彼の意見は合理的で日本の今後に向けてより良い意見を言うはずだと、うん、だから 過去の法律や裁判例に縛られず、その意見を聞こうと、そう信頼されてるってことなので、そういう信頼を得たいなと思ってますが、これは多分10年でも難しいですね。今後20年のスパンの夢と考えています。うそうですか。でもすごく大きな展望ですよね。目標うそうですね。 このような夢をつかんでまあ本当に目標としていた大学生の時から司法試験を受けてこのようなことをやりたいってった思い描いていたものにこうやって、まあ、ご自身の努力もあって達成してきたわけなんですけれども今夢がある方々にこんなことを思って突き進んでいってほしいなんていうような思いはどういったものがありますかえっっっとととですねまあ、またた一般的なことは難しい、はいで私がどうだったかっていうだかてず 明日どうなろうって考えてもしょうがないじゃないですか。うん、すると、また50年後どうなろうって考えてもまたしょうがない。うん、あの定年を超えてまた違う人生になっちゃうんでね、うん。そういう意味では自分のキャリアの延長線上で、まあ、10年、20年先にどうであろうか、どうなりたいかというモデルを見つけるとすごくいいと思うんですよね。モデルを見つける。例えば私であれば、 特許裁判をバリバリやっている先輩がいると、うん、でそういう理系出身の弁護士がいるんですね、うん、でその人がいるってことは自分もそうなる可能性があるわけですね、はい、で彼が何歳の時に何をやってきたかっていうのは全部わかるわけですよねうん、うん、でそれをトレースできればまあ20年後に彼のようになれる、うん、でまあトレースできなければしょうがないんですけど、うん まずその途中を全部見るとすると2年で何をやらなきゃいけないとかそういうのがまあ大体わかるわけなんですね、うん、あとはもう死に物狂いでそれをトレーするってことですよね、うん、でそこで先ほど出た話にもなるんですけど、うん、できないと思ったら終わりなんですよね、はい、だからやりたくないことやってもしょうがないんですけど20年後の目標でなりたい自分を決めたなら、うん でモデルがいるなら、うん、それをトレースしていくっていうのは楽しいはずなんですね。うん、楽しければできる多少忙しくて疲れたなってことがあっても、うん、まあ何とかできるはずなんでそれを突き進んでいくといいかなという感じで今まで来ました。そ、うん、そううでですすすかありがととございますそしてですねちょっと冒頭 司法試験の勉強が良かだったんですっていうこともあったんですけど今の良かはちなみに何ですかうん今英語の勉強も終わって留学も終わって試験が終わったって話をしました、はいうん、すると仕事だけだと今までに比べれば確かに時間があるんですね、はい、でそこでは一つは発信に向けて、うん、まあアーティクルや 単独の本を出すと。と、うんまあ。それが1つと、はい、でもう一つは小さい子供がいるんでねあ<ー>あの家族サービスっていうのは重要な責務であり、はい、そして余暇ですね、うん、まあその辺でワークライフバランスを考えながらやっていこうかなと思ってます。はい <laughs> そうですかもう本当に今日はねあの特許に関してまたね高井先生の本当に努力のいろんな軌跡をですね、えー、お話を伺うことができました是非今回聞いていただいた方もですね参考にしていただいたよし自分もなんて思っていただくきっかけになったなと思いますしまたいろんな企業の方々開発者の方々ちょっと企業 また技術開発に詳しい弁護士の先生を探している方は高石秀樹とぜひ探していただいて高石先生にいろんなね疑問質問をぶつけていただけるといいのではないかなというふうに思います今日は弁護士であり弁理士の高石秀樹さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました